テイク3。すごいね、目元とかもあんま知らないね。ここでしょ、ね、はい、誰の肌にでも合う優しい拭き取り化粧水でお肌整えていきたいと思います。藤沢さんはね、あの目の周りのシワだけが異常にすごくて、失礼します。酷使してんだね、あれはね。柔らかっ。私なんて日々重ねすぎてもう弱りまくってるよ、肌。酷使してんだ。いや、すげえな。藤沢よりも水分量が多い。量が多い。ただちょっとすみません、パッティングします、一回。君どっちかっていうと乾燥肌よりで。乾燥、そう、してたね、やっぱり。かさついてるイメージ。そう、なんか、あなたは肌が安定してますね。羨ましい、これ。私にも欲しい、この肌質。なにこれ、なんでこんな柔らかいの。すごい柔らかい。すごい、なんでこの柔らかい肌。ウケる。いや、伸びるけど。お腹が面白すぎて。はい、こんな感じで今肌がとっても綺麗になっております。コンシーラーの使い方によっては本当にいろいろ消えてきます。眉毛はわりかし綺麗にちゃんと揃えてんだけど、どうする、どうする。再起不能になるからあんま切んない方がいい。まあ限度によるけど、ね、藤沢がさ、俺は明日指導なんだけどとか言って、え、結構ザクザクいってないとか言って、で、まあ、ガクトになった方が笑える。面白い方でいいやん。面白い。見えてきたよ、見えてきたよ、見えてきたよ。私には見えてきたよ、見えてきたよ。来た、来た。これ二重になんか入ってる。あ、そう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 、これなんだよ。あ、二重になってる。二重ってなるんだね。なるよ、二重。あ、二重になってる。あ、この辺に行ける。藤沢くん地獄だろうな、本当に。藤沢はね、なんか綺麗な奥二重なんだよね。なんで、うん、ビジュアル系メイク完成。おっか、どちらさ。誰が見たいね、こんなの。お湯ください。こんなカップラーメンの作り方なんて知ってるよってね。そして4分待つ。4分待つの。あ、でもスミレのいい匂い。これ楽しい。最後の一口完成です。だったら9月のスミレはいいね。これ絶対いらないよね、こういうのね。こういうの絶対いらないんですよ。知ってるよ。辛味多数唐辛子が入れる。大丈夫です。あ、大丈夫です。まあ、前回地獄を見たので今日はいいかな。どうした。今気づいたんだけどさ、汁めっちゃ入ってる。いや、そうなのよ。お願いしていいですか。すごいんだけど、そっち。ごめん、撃たれたんじゃない。ババ。事件です。しょうがねえな。会員です。そろそろお湯が沸きそうです。実食。味噌ラーメンが美味しい季節になってきたな。なんか寒くなってくると味噌ラーメン食べたくなるんだよね。うん、美味しい。今年初めて私夏バテしたんですよ。あんなに今までラーメンしこたま食べてたのに、ラーメンが受け付けないぐらいなんか食べられなくなっちゃって、夏バテで。カップラーメンもそういえばなんか久々な気が。メメのさ、振り付け面白くなかった。この前のね、インスタライブ後のね、ウィズミッションのミーティングでもね、あれ話題になって大爆笑しまして、メンバー内で。やっぱ佐々木ってすげえよな。本日メイク担当します柴田です。よろしくお願いいたしま す。はい、ということで藤沢さんが狩野英孝になるまでをお届けしようかと思います。なんか俺さ、ちょっと緊張するんだけど。な
待って、これ本当に何もしないの？普段手入れあんまりしてない、してない。マジ？さっきわかんないけど。つぶってればいける。うん、つぶってれば大丈夫そう。おでこめっちゃ綺麗。歯が下地が終わったんで、この時点でちょっとトーンアップしてると思うんですよね。はい、続きましてですね、先にファンデーション、こちらエスティローダーやってみたかっただけ。うわ、それ塗ったらいよいよ化粧じゃん。あのパソコン見続けてるからな。あのね、音の編集もなかなかきついんだよね、あれ。結構夢中でやっちゃうからね、あれね。うん、5時間ぐらい沸騰して気づいたらっていうか。すいませんね、ちょっと押さえます。はい、すいません。やめられてる。生えてくるから数日すれば。めっちゃザクザク言うから。あ、そんな切っちゃうんだ。毛抜きですね。変な汗かいてきた、なんか。え、ここら辺痛くない？うん、大丈夫。あ、今の痛くないの？いや、痛いね。うん、そこそこ痛いね。あ、痛いね。痛いよ。痛いね。痛いよ。割と痛いね。笑って、笑えてきちゃった。痛くなっちゃった。痛いね、今の。一番痛かった、今。大変だよ。だって見てみよ、狩野英孝。あなたの眉毛の3分の1しかないよ、だって。眉頭、ここの目頭、鼻筋にかけて。鼻高くなってる。なってるな。富士山ぐらいになってる。なんでよ。ちょもらん。なってるじゃん。見てんじゃん。ちょもらん、ちょっと。私悪いけど、毎日が最高傑作ぐらい化粧しないと人前に出れないな。こんな感じで、わかるかな、わかりますかね、鼻筋がくっきりしたんですよ、これで。ノーズシャドウで全然変わるんですよ、男性の。はい、これだけは俺絶対できないなと思ってたやつが、アイライン絶対無理だ。わーわー、見えてきてる、見えてきてるんだよ、見えてきてんだけど。明日朝から指導なんですよ。見えてきた。見えてきたよ。明日の保証はないけど、富士山が釣り眉になった。マジで？マジで。うわうわ、誰これ怖っ。だってこの栄光にしろってメメが言うから。アイラインを入れないと栄光とかホストメイクはできないんですけれども。怖いよ、怖いよ。怖いよ。怖いよ、言われても。うわ嫌なのは分かってるんですけど、やっぱパウダーだけじゃ生ききれないんで。お父ちゃんお母ちゃん今までありがとう。言ってください、もう一思いに。はい、閉じていい、閉じて、閉じて、はい、はい、それ閉じてんの本当に。閉じてる、閉じてる。開いてんのか閉まってんのか分かんないんだけど。おお。今私は外側、まつげの外にやってるけど、うん、内側の粘膜に塗る人いるんだよ、アイラインを。私もそれは信じられないんですけど。なんかね、開いてるような感じがする。開いてる、目力がつくしておりますよ。っしゃいませー。なんでだよ。視界に入ってる。上、超上向いてて、超見えてる、見えてる、見えてる。見えてるじゃねえよ。変な息出ちゃってる。次、上向きながら。あ、そうそう。うわマジでこれダメ、目つぶってちゃダメなのこれ。だってし、マジで克服しよう。みんなに勇気を与えるんだ。見えてる。できねえよ。おっしゃ、やれ。だよ。これは、これは、これはですな。わかった、わかったから、もう。わかった、ちょっと待った。誰か、誰か手握ってくれる。旦那さん隣でちょっと手握っててもらえる。バカだ、マジで。もう、頑張んなくていいんだよ、藤さん。目閉じよう、目閉じようか。家帰ったら目薬とか、アイボンで目洗うとかしてください、そこは。はい、赤いチークをヒゲの上に重ねます。赤が消してくれるんです。ホスト動画で、ホストのメイク動画でホストさんが言ってた。ファンデでなじませます。消えた、
すげー、世のホストの皆さんってすごいね、うん、やばいよマジで、いるいる、うん、なんでヌーベになったのか、なんでヌーベなの、もう、汗びっしょびしょなんだよ大変だね、先端恐怖症ってこれな、ウケるな、とりあえず一旦終了です。